幹事の宮崎俊太です。発表事項からあればお願いします。お時間をいただきましてありがとうございます。緊急事態宣言が全国的に解除されて以降、段階を踏んで社会経済活動を回復させていく、そういう段取りが決まっているわけでありますが、6月19日から次の第2ステップになります。そのことで、イベント、それから特に県をまたいだ移動についての、ルールの変更がありますので、それについてのご報告と、それと絡めて、県内の旅行を応援するキャンペーンというのが始まりますので、その2点について、お時間をいただきまして、ご説明を申し上げます。なお、1点目のルール、についてでありますが、まず、こうした形で、基本的に今、感染拡大防止とのバランスを取りながら、社会経済活動を徐々に回復していくと、そのような取り組みが進められることになっておりますが、前提としまして、やはり、新しい生活様式に基づく行動であるということや、業種ごとに策定をされます、ガイドラインを実践をしていただく、そこは基本なわけでありますが、段階的に活動レベルを引き上げていく。25日に、緊急事態宣言が全国で解除されて、その時に国が細かくですね、ステップ1からステップ4までの区分けをしております。おおむね3週間ごとにこの段階を徐々に引き上げていくということであります。国の方針を受けて26日に本県としても本部会議で決定をした内容でありますが、それを改めて確認をすると、あさって19日からステップ2になるということであります。その中でも特に、県民の皆様に直接関わってくる内容として、イベントの取り扱いと県をまたいだ往来ということでの説明をさせていただきます。まずイベントにつきましてでありますが、屋内、屋外、それから行事ということで、整理をしております。大変ちょっと細かくなっておりますが、まず屋内に関しまして、これまで使用率が 50% 以内という中で人数上限が100人であったものが1000人まで引き上げられるということになります。そして屋外であれば、十分な間隔をとって人数上限が200人であったものが1000人になるということになります。そして、地域のお祭りなどですね、これまで100人または50%と屋外であれば200人という基準で可能であったわけでありますが、地域で行われるお祭りなどは人数を管理できるものについては実施が可能であるということであります。大変人数設定にしましても要件にしても細かくですね、国の方で基準を定めているということになろうかというふうに思っております。具体的にはこの基準に沿って行われるものとしまして、先日発表しました特別スポーツ大会ですね、今月27日 の卓球などがこの屋内のこのルールに沿って、事業として行われるということになろうかと思っています。それからもう一つルール設定の中で、県をまたいだ移動ということの変更でありますが、これまではこの6月1日以降は基本的に一般的な往来については解除をされた中で、最終的に緊急事態宣言の対象として残っておりました5都道県、それから感染流行地域としてその時点では北九州市を掲げておりましたが、そういった往来の慎重にということで、具体的な地域名を明示しての往来への注意の呼びかけというものは全て解除をするということになります。なおその解除のところに赤い字 字でですね、感染流行地域への往来は慎重にという注意書きは残っておりますが、これは新しい生活様式の中で一般的にルールとしてそこは残っているものであります。それでここでいう感染流行地域が今あるかと聞かれたら、今の時点ではこれまでのような北九州市のようなですね、個別の地域として明示するものはないというふうに本県では今判断をしております。なおこれは時事刻々変化をいたしますので、この感染流行地域というものとして注意を促す地域があるのかどうなのかというのはホームページ等で随時、情報提供をするようにいたします。その地域において外出自粛を行えるかといったようなところでの判断をしながら、県民の皆様には情報提供する、そのように考えているところであります。
で一般的な往来については今申し上げましたように基本的に解除ということでありますのと、それから観光について県内は基本的に観光していただいて結構である、差し支えないということで対応してきたところでありますが、今後19日以降はですね、県外についても徐々に解除ということであります。感染流行地域への往来は避けてというようなところが起こります。先ほど言いましたように感染流行地域として今明示する地域はないわけでありますが、県外についてはやはり少し慎重なスタンスで考えていただきたいというところが、徐々に解除というところの意味合いであります。大変こうちょっと分かりにくい部分があろうかというふうに思っておりますが、ニュアンスの違いとしてですね、ぜひ受け止めていただければというふうに思っておりますし、ここに米印で書いておりますように、そういう意味でまだ県外については徐々に解除というような状況でありますので、ぜひ県内観光に取り組んでいただきたいという思いがございます。それに関しまして2点目の要件でありますが、こちらの通り宮崎県民旅して応援キャンペーンが19日からスタートするということであります。先ほど観光協会の方からこの概要についてご説明をさせていただいたというふうに聞いておるところでありますが、ホテル、旅館にお得に泊まれる宿泊プランや宿泊クーポンを販売をするということであります。実際に宿泊プランの中に組み込まれて販売されるもの、それから現場でですね、実際にクーポンとして販売するものということで、それぞれ販売の対応は様々であろうかというふうに考えておりますが、ぜひこの新型コロナウイルス感染症の対応ということで、県内のホテル、旅館というのも大変様々な影響を受けているところであります。今、県としては地産地消の応援消費ということを取り組んでおりますが、ホテル、旅館についてもぜひ、宿泊をして応援をしていただきたいというのがこの名前の意味合いでありますし、もともと本県としては県民100万泊運動をですね、展開をしております。ぜひ県内の観光地というものを改めて見つめ直していただきたい、そういう機会にしていただければということでのこの後押しとしての旅行キャンペーンをスタートするということであります。はい、私からは以上であります。ありがとうございます。幹事社からまずイベントに関してなんですが、はい、今回その国の、目安基準に、準じて対応してということの判断です。そうですね、はい、国が5月25日に示しております。それを受けて本県としても対策本部で26日には決定はしておりました。そこから変更があるわけではありませんが、改めて確認ということでこの場で説明をさせていただきました。検討財源というか可能性として、本県は感染状況落ち着いておるとか、はい、クラスターなども発生していないということを含めて、ステップをこうさらに進める選択肢もあったかと思いますが、今回、予定通りの、規模というか、制限緩和になった理由、改めて教えてください。やはり基本的な考え方として感染症対策とのバランスを取りながら段階的に社会経済活動をレベルを上げていく、そこが本件としても重要だという考え方のもとにですね、国と同じ基準を設定をしているということであります。ぜひ県民の皆さんにはこの基準を参照いただいて、特に地域のお祭りとかイベントをですね、どうしようかと迷っておられる方も多いというふうに思います。どちらかというと、慎重な判断、スタンスでですね、すでに中止などが決定されているようなものも多いのではないかなというふうに思いますので、改めて、今、こういうルール設定なんだということはですね、ご覧いただいて、新しい生活様式であったり、安全の徹底をしながらも、もうイベントができるんだというところをですね、受け止めていただければなというふうに思っています。今後、また次3週間を想定されてステップ3というふうな形で、はい、想定されています。ここのスケジュール感というか、予定を今のところは変更はないと。そうですね、はい、これも国全体としてもちろん本県もですが、感染状況が落ち着いていくその方向であるということが前提であろうかというふうに考えております。万が一、我々が警戒をします第2波だとかですね、さらなる感染拡大というのがあるようであれば、
また見直しというものも必要になってくるかと考えております。と、外出移動の制限自粛についてなんですが、はい、今回解除ということで観光についても県外、徐々に解除、はい、ちょっと、知事もおっしゃられていましたが徐々にというのがなかなか伝わりづらいというか どのような経路で進めていけばいいのかと、はい、その辺のお考えを。先ほど言いましたような基準によって県が示す感染流行地域というものをもしあればですね、該当する地域があればそういう地域への往来は慎重に考えていただく必要があるというふうに考えております。今の時点ではそういう地域はないわけでありますが、毎日報道されるように、感染が確認されている地域、例えば東京都であればですね、やはり何十人という単位で、今も感染が続いているということでありますので、観光で訪れるにあたってはやはり慎重に判断をしていただく、そして、行った先のいろんな施設利用についてもやはり慎重にそこを考えていただくということが重要である。いろんなところでクラスターの発生等もですね、報道されているところでありまして、もちろん今東京に観光に行けはいけないというルールではないわけでありますが、行くとしてもそういう施設についての利用は注意するとかですね、ぜひ県民の皆さんにそれぞれ判断をいただきたいというふうに考えています。と、今回同時に発表されたその応援キャンペーン、接種割割、他県ではもう人気で、あっという間にという話も聞いてますので、鹿児島でしたかね、その 増額という、対応もされてますが、今のところそういった分で今2億円含まれているかと思いますが。そうですね、4月補正予算で組んだ予算で、約8万枚ということで今配分をしているところであります。ぜひもうそれがすぐにでも売り切れるというような状況になればありがたいことだなというふうに思いますし、それはそういう需要があるということではまだ決定しているわけではありませんが、追加というようなことも含めて検討する必要があるんではないかなというふうに思っております。ありがとうございます。幹事社から以上。はい、全国的に統一的なルールを適用することになりますので、これまでの先言いました5都道府県の皆さんに対する注意というのもそこもなくなるということになります。あと今県外への観光での移動を解除されるということなんですけど、そのタイミングで県外の観光をまず推奨するっていうのはどうしてなのかを理由を教えてください。県外の観光ももちろん OK ということではありますが、そこはやはり段階的に徐々にというところの方針、やはり慎重に考えていくべきだという方向性がありますので、もちろん行っていけないということではないんですが、ぜひこのタイミングでは県内を回ってみませんかという後押しをするという意味でのキャンペーンになります。県外移動でさらにこう感染拡大のリスクがありそうだっていう懸念からなのか、それとも先ほどおっしゃられたような応援消費の意味合いでも県内宿泊を活性化させたいということなのか。段階的にというのは、今ご指摘がありましたような、いずれにせよ両方の意味合いというものがあるかと思います。応援消費としてそこを後押しをする、そして県外はもちろん OK ではあるんですが慎重に考えていただきたいという中で、じゃあ今は安心してまずは県内を回っていただけないでしょうか、とどうですかという、そういうおすすめの後押しということになります。
の趣味宮崎県は全国有数の神楽が能が盛んな地域だと思うんですが、はい、今回という地域のお祭りなどに準じると思うんですが、桜にしてもこの基準を守れば OK ということで、まあそうですね、はい、この前西臼杵に行きました時もやはり町の関係の皆さん、神楽ができるのかどうなのか大変関心が高いものがありました。まあ、この基準に沿ってですね、運営していただければそれもできるということになります。はい、この地域の祭りの関連で人数を管理できるものは実施かという人数というのは、人数を管理というのは主催者が把握できる範囲であれば大丈夫というのなんでしょうか。地域レベルのお祭りであっても多くの人が出入りするようなもの、なかなか人数が管理できないものというのは要注意だということになろうかと思います。こちらそこは、はい、福島県下です。人数を管理というのはその名簿とかで管理という言葉では言っているのではなくて、例えばまあ自治会とか、そういったあの往来する人の地域とかが大体特定できるもの、そういったものについては実施が可能と。だから全国的とか広域的とかそういった祭りについてはまだ実施不可ですよという意味合いのものを捉えていただきたいと思います。生物圏で日頃から顔の見える関係性がある中では、まあ、やってもらって構いませんよ、はい、そういうこと。あ、そう、すみません、あの県をまたぐ移動等のことの、この表現、あの言いぶりなんですけど、これをそもそも6月1日の段階で解除されていて、はい、地域があの名前が入ってたわけですね、はい、それがなくなったっていう形で、はい、その皆さんにお伝えするときに、これまでも解除されていたものがさらに解除っていうのもちょっと難しいなと。その要するに首都圏、北海道、北九州への往来について、そういう個別地域を明示しての注意喚起という、はい、そのエリアは今はありませんということになります。ここについて慎重な移動の姿勢のことの移動を求めていたけど、はい、それはなくなりました、はい。まあ、言ってしまうと全国各地どこも行き来可能ですよということでよろしいですか。はいはい、はい、日経新聞の竹内ですけど、はい、繰り返しになってちょっと恐縮ない前にもお尋ねしたんですけど、観光目的の、県外移動が全面的に解除されるのは8月1日以降のステップ4ということでよろしいですか。はい、5月25日の時点での整理というものがその8月1日以降ということで、それは前提としていわゆる他地域の感染拡大がなければということですね。8月の1日以降に外出の制限とかイベントの制限とかなくなる、はい、で通常に戻るということですよね。はい、どうもありがとうございます。はい、先ほど言いましたように、やはり今後の感染状況には十分動向に注意する必要がありますが、今のような状況で落ち着いていればということですね。はい、受付の橋本です。ちょっと物分かり悪くて恐縮なので大事なところなんで確認させてください。県外へのまず外出の往来に関しては、要するに、例えば北九州市のようにこれからそういう流行地域がまた発生しなければ、現状はどこに行ってもいいという感じですか。はい、一般的な往来に関してですね。で、多分やっぱり観光の徐々にっていうところが申し訳ないんですが分かんなかったんですけど、その要するに県民の視点で言うと県外への旅行に現状行っていいのかどうかっていうのと、要するに観光地は県外のお客さんに呼び込みをしてもいいのかっていう、その利用者とか宿泊施設の目線に立つと何をしていいか、どこまでやっていいか、逆に言うと何がいけないのかっていうところをちょっと説明してもらっていいですか。はい、徐々にというのは県独自の表現だし国の方の表現でありまして、まあ、段階的に活動を上げていくという中でですね、観光目的の往来で多くの人数が行き来することによるリスクというものはやっぱり徐々に、段階的に上げていくというのが国全体の基本的な考え方ということになります。
で、まあ、県外の観光ということもそういうことで可能なわけでありますし、先ほど言われたような県内への県外からの観光誘客ということからしますと、県内の状況を考えるとこれだけ長い期間ですね、感染が発生をしていないということでありますので、各観光関係者、宿泊施設は、まあ、胸を張ってといいますか、そこは誘客に取り組むことができるということになります。今後のお話の中で、その県外に行ってもクラスターになる地域にはちょっと慎重にとか、ちょっとご説明があったんですか。施設利用ですね、やはり、夜の繁華街、接客を伴うものなどのですね、接待を伴うような施設についてクラスターが発生をしている、まあ、そういう施設の利用というものには注意していただく必要があるんではないかと考えております。行き先、観光目的の県外の旅行には特に行き先、地域名を明示しての注意喚起は今行わない。ただそういうその行った先で、例えば東京の夜の街じゃないですけど、そういうクラスターが発生している場合は気をつけてください。はい、あと、例えば高千穂のようにそのこれから、まあ、臨県に接していて、これからお客さんを呼び戻していくっていうところのようなところは、はい、その例えば県外のお客さんにこうなんかダイレクトメールじゃないですけど、そういう情報発信みたいなものはこれからしてもいいことになるんでしょうか。そうですね。はい、呼び込み自体は、まあまあ、徐々に、もちろん徐々にというか、その、はい、感染対策をしっかりした上で、はい、徐々にそういう県外に向けた呼び込みを始めていいということになるんです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、読売新聞です。感染流行地域について伺いたいんですけども、はい、現時点ではないということなんですけども、はい、今も宮崎県のホームページを見るとトップページに感染流行地域北九州市というのはまだ残っているんですけども、実はこの19日以降のこのステップに合わせてそれは解除するということになります。19日に解除するという、はい、そういうことを言っているんですか。はい、その会社の何か基準とかっていうのはあるんでしょうか。まあ、指定の時に先ほど申しましたような、その地域によって外出自粛が行われているかどうかというようなところも勘案をして、まあ、指定をするわけであります。まあ、解除のタイミングはたまたまこのステップ2に19日に入るということ で他の都道府県と合わせてそこは解除するということでありますが、今後発生をし、もし新たな感染流行地域が指定なりこう明示したときにどういうタイミングで解除するかというのは今後の課題になろうかと思います。それはまだ現地で明確な基準を設けて、はい、つなげてという、はい、ことになるんでしょうか。発生状況の対応等によって判断をして、注意喚起を行うと考えております。あと応援キャンペーンで1点伺いたいんですけど、はい、今回参加される宿泊施設が260施設、まあ、手を挙げられたということだと思うんですけど、はい、この数を知事としてどう受け止めていらっしゃるかというのを一言伺っていいでしょうか。全体の数をよく把握はしてないですが、まあ、ほぼこのホテル宿泊、多くの施設が応募していただいたものというふうに伺っております。そしてこのクーポンなりキャンペーンのやり方でありますが、例えば商品券でもよく問題になりました。一般的に商品券を売ったら場合に大型施設でどんどん利用してしまって地元の商店街に使われないというような問題があるので、それを分けるというようなやり方で商品券を販売するというようなところも過去あったところでありますが、これはその応募していただいた宿泊施設にあまねく利用していただくためにそれぞれの施設にクーポンを配布するということで、その多く手を挙げていただいた施設をサポートする、まあ、そういう仕組みであったところであります。数については観光推進課でございます。はい、数につきましてはホテル旅館組合のお話を伺いますと、現在営業している施設が約350程度あると伺っておりますので、今回は主に7割程度のホテル旅館さんの方から手を挙げていただいたという状況になっております。以上でございます。追加で応援キャンペーンについてはいフラフルタの転売は不可能ということだったんですけれども、はい、例えば贈答とかについてはどうなんでしょうか。贈答ですね、ホテルのフロント
とかでそれを買って誰かにプレゼントをするということについてですね。観光推進課でございます。あの基本的にはご利用者の方にご購入いただくということが前提となっておりますけれども、まあ、県民の皆さんということで、まあ、ご家族であったり、そうした形のご活用というのを想定はしておるところでございます。まあ、県民キャンペーンという趣旨を運営していただいておりますということになっております。あと今回のキャンペーンの最中に、また再び緊急事態宣言を発令しないといけないような場合になった場合は、どうなるんでしょうか。それは行動要請をお願いするということになりますので、まあ、クーポンをそのまま持っていただいた中で、例えば、少し今宿泊としての移動は制限をしてもらうということが頭の対策としてはあり得るのかというふうに思います。他にございませんでしょうか。はい。NHK の松井です。ちょっと細かいんですけども、先ほど夜の繁華街なんかにはこう、まあ、慎重にご判断をということでしたけど、はい、それはあくまでその、まあ、東京の、まあ、具体的に場合、歌舞伎町であるとか、そういったところに関してというか、例えば、まあ、静岡だったり、岐阜県だったり、あまりこう、そういった事例が確認されていないところについては、必ずしもそうではないというところになりますか。まあ、それを個別にいい悪いということを、なかなかですね、言える話ではありませんが、まあ、全国でどのような事例で今感染であったりクラスターが発生しているのかというのはやはり日々のいろんな情報で注意をいただきたいという、まあ、そういうことであります。まあ、感染者が確認されているようなそういう繁華街とかそういった理解でよろしいんですか。これまでもでありますが、その、まあ、地域、まあ、感染者が確認されているのは地域への注意ということもありますし、感染なりクラスターが発生したような対応ということで一般的な注意喚起もなされたところでありますので、今決して言ってはいけないということを申し上げているわけではありませんが、注意をするというのはその今ご指摘あったように地域的なもの、それから施設の性格ということをやはり両方勘案する必要があるわけです。ありがとうございます。あと、まあ、現実ではないということですけど、感染流行地域への往来、はい、今日本にいただいたパネルと往来避けてとあるんですけど、それはこれただ自粛をお願いするものではなく、まあ、それも慎重に判断をという理解でよろしいですか。まあ、避けてという表現になりますので、まあ、より慎重に考えていただくことになろうかと思います。その場合ですね、それはただ自粛にはならないということです。自粛の定義にもよりますが、はい、注意喚起の、まあ、強度ということになろうかと思います。他にございますでしょうか。はい、朝日新聞なんですけど、クーポンは、はい、問い合わせ先の電話番号とかそういうのは統一したようなものがあるのかどうか、であとその、はい、各施設に行っていきなりするとか、ちょっともう少しどこにどう聞けばできるかというところを説明してもらえませんか。はい、はい、観光推進課でございます。まずクーポンのお問い合わせ機等につきましては、まずクーポンの裏面の方にですね、お手元に資料があるかと思うんですけれども、そちらの方に購入いただくホテル旅館さんの座番をしていただくような欄を設けておりますので、そちらの方でご購入いただき ご利用いただくというのが前提になっております。でお問い合わせ先等につきましてはですね、また明日県の観光協会のホームページ旬なりに掲載させていただきまして、そちらの方でお問い合わせを各宿泊施設さんにしていただくという形になってございますので、また明日ですね、県の旬なりというホームページでございますので、そちらの方でご確認いただければと思っております。全体的な問い合わせは観光協会にということになります。はい、ちょっと観光の件でお尋ねさせてください。やっぱり宮崎県の主力産業の一つが観光業だと思っていますが、まあ、かなり大きな影響を受けていると思います。改めまして、そのちょっと先行きも含めて、要するに観光業の現状に付きと、要するにお客さんはこれからどう戻ってきてくれるというふうに実は見てらっしゃるのか、ちょっと先行きの見通し、それからじゃあその観光業をこれからどう復活させていくのかという、その、まあ、意気込みを含めてですね、現
現状認識、先行きの見通し、どう復活させるかというところをお聞かせいただけますか。はい、そうですね、実際に自分が宿泊をしてみて、それから観光地に行ってみて、飲食、街中の飲食店と同様ですね、まだまだ県民の皆様の利用状況というのは非常に慎重な状況にあるのかなというふうに考えております。このコロナ対策での外出自粛の期間もかなり長かったということで、観光、それからホテル旅館等の宿泊業ですね、大きな影響が出ているというふうに考えております。今こうした行動要請ですね、それが徐々に緩和をされている状況の中ではありますが、まだまだ慎重な空気が残っている中で、今回のような旅して応援キャンペーンによりそれを後押しをしていきたいというふうに考えております。それから先日あるホテルで確認を話を伺いましたら、やはり旅行したいんだという気持ちは県民の皆さんにもあるということでありますので、こういうキャンペーンを行うことによってそれを後押しをする、そのことによりまずは徐々に県内での県民の皆さんによる旅行というものを促していくということ、それから特に九州は連携をしてですね、九州でのまず往来というものを広めていくというのは、これからも働きかけをしていきたいというふうに考えておりますし、九州観光推進機構という仕組みがありますので、この段階的な解除に応じながらですね、九州全体のキャンペーンというのもこれから必要になってくるんじゃないかなというふうに思っております。それからさらに国外となるともう少し時間がかかるというふうに考えておりますので、まずはそれぞれの県内、そして九州というところをですね、隣県とも連携をしながら取り組んでいくということになります。その特に九州の往来を支援するということで、今回6月の補正予算で提案しております隣県とのですね、旅行を支援する仕組みというものを作ってまいりますので、そういうふうに県内、そして隣県から九州ということで徐々にですね、その動きを後押しする制度、そしてキャンペーンというのを実施していきたいと考えております。ありがとうございます。このところ観光業の決算が続いていて、いろんな社長さんにお話を聞きますと、おそらく8月 その全国の動きが解禁されると、要するに全国都道府県が同じような観光の PR をして、要するに全国との戦いになると、遊客競争になるという見解を示されています。で、そういう中でやっぱりお客さんをどうやって宮崎に呼び込んでくるかというところがこれから問われてくると思うんですけど、そういうところに向けてはその知事としてはどうしていくべき、それからどう今取り組んでいくのかというところをお聞かせいただけますか。そうですね、全国とその観光の、競争ですね、誘客の競争になるというのはコロナの前と実はあまり変わりはないというふうに考えております。地域の魅力を磨いて発信をしていく、もちろんさまざまなこういうキャンペーンによるですね、優遇といいますか誘客に結びつくような支援制度というものはですね、しっかりとこれから仕組んでいきたいというふうに思いますし、ですけど、各県同じような形でですね、いろんな優遇制度といいますか行うというふうに考えております。その中でも本県はやはり感染を比較的抑えることができているということは、旅行先としても安心の選択肢の一つになろうかというふうに思っています。あまりその声高に言うというのは非常に難しい状況がありますが、安心して来ていただくことができるというのをいろんな形でアピールをしながらですね、ぜひ選ばれる観光地として、選んでいただけるんですね、はい、いろんな、魅力の発信に努めていきたいと思います。その魅力の発信というのも収束をさらに見据えてですね、今回の6月補正でも仕組んでいるところでありまして、そこは早め早めに情報発信をしていくことも重要なポイントであろうかなというふうに考えています。言えればでいいんですけど、はい、そういうなんかやっぱり今おっしゃったようなその情報発信がまさに大事だと思うんですけども、はい、そういうその、もう少し具体的にというか、もし今打っていることをこれからこういうのを打とうと思っているみたいな話があったらちょっと聞かせていただけますか。情報発信、情報発信、どう情報発信していくのかっていうところで、これから策を練ること、もしくはもうすでに参加していて今打っていること、どう要するに発信を呼び込んでいくのかというところはいかがでしょうか。予算を議決をいただければそれをこう活用していくというようなイメージはですね、今担当の方でちょっと練っているところであります。
早め早めにそういう情報発信であるキャンペーンをですね、打っていくということは非常に重要だというふうに思っております。今、具体的にというのはまだここでは控えさせていただければと思います。